ントはあさってからだね。15日から。3つ食べた。めっちゃ髪綺麗。いつもと変わんないでしょいつもと変わんないでしょ。お風呂がいつ時アイロンしてないからかな。今日もさっきアイロンした。下の公園完璧。ちょっとまだ終わってない。なんていうの、一回オープニングの3曲しかやってない。まだ全然やってないちょっとそれ終わらせて今日も寝る。全部やって、あれやったよ。お昼違うな、夕方ぐらいにスプラトゥーンやった。対戦のやつ難しい。初めてやった。ニンテンドオンラインはね、昨日の夜に入ったよ。やってなかったけど、昨日入っただけで眠すぎてできなかった。しようと思ったんだけどむずい。難しい。あれこれかで、いや、あとね、今なんていうの、無料体験のやつだから払ってない。まだそういうのじゃない。もうちょっと近くなったら買う。切れそうになったらこの1週間後ぐらいに買って、そんぐらいになったら買ってってする。ちょっとまだ早いわ。今買ってももうちょっとしたら買う。エペの経験、エペそこまでそこまでちょっと違うからな。スパルタそこまでだ、うん、それじゃ難しい。慣れないこのリモコンの操作、コントローラーリモコンコントローラーの操作に、なんていうの、いや、なんかいかんなるとかのやつは慣れたけど、まあちょっとなんだろうな。エペスイッチでやってたらさ、茶色、あのコントローラーを傾けるとさ、画面の中もさ、こう上に向けると画面も上向くみたいな感じあるのはあるんだけど、エペもあるんだけどさ、ちょっとしかなんないのね。ちょっと動くぐらいで、もう基本はそうカーソルで合わせるので、ちょっとそれのジャイロでちょっとだけ使うみたいな感じで。スプラトゥーンはさ、この上下がなくってさ、左右だけでさ、こう視点合わせるの、カーソルで合わせるのはジャイロでこの傾けて合わせる感じじゃん。だからそれが難しい。こっちが基本だからね。エペの場合は基本カーソルで合わせるけど、ジャイロでもちょっと合わせる。ちょっとジャイロで合わせるぐらい、ちょっと合わせるぐらいの。そう、難しい。だからでも多分慣れるよね、きっと。これは慣れだ。いやでもね、私はずっとこれでやってるからさ
基本ないけど、ずっとこれだからいつも普通にテレビ画面でやってて、プロコンでやっててだと見づらいかもしれない。私はいつもこれだからな。プラス1ライトでも操作感は通常スイッチと変わらない。え、操作通常スイッチでやったことがないからわかんないそれはわかんない通常スイッチで私はやってないからな、比較できないわ、わかんない。そうでも今日初めてやったよ、ちょっとだけやったから、またこれから暇の時やろう。今日はもうしないけど、シャルメット出ますよ、出る。でもね、多分初日、え、何時から、17時からスタートで合ってる、いつも通りな感じかな。ちゃんと見てないでしょ、最後とか。17時からなんだけど、11時からできないんだよね。できないから、何時に終わるかも分かんないから、それが17時からできないから、その仕事が終わり次第だけど、ちょっとまた前日にならないと分かんないわ。スケジュールは決めれない、17時からできなくなっちゃったから。15日から始まるけどできないんだよな。ちょっとそれはあれだな。できないんだよ、私もしたいんだけど17時からちょうどできないちょうどできないんだよ。だから初日はできるのはできるけど、配信17時からできないって感じかな。出演メンバーもう出てるよ。出演間違えた、出る、出場だ、演じゃないわ、出場だ、出場メンバー今違えた、出場メンバーもう出てる、このページがあって、そのところに書いてあるルーム一覧のところに書いてあるね。できないから、17時から始まる、ちょうどからはできない、ちょっと始めるの遅くはなりそう。また分かり次第作りますね、タイムスケジュールを。この日のうん3位以内、いや、うん、3位以内、え、ちょっと待って、いや、ランキング上位2名だから、ランキング上位2名が決勝に行けるのね。だから2位以内かな。で3位に入ったら乗ることはできる、私に、紙面に乗ることはできるけど決勝には行けない。2位以内に入りたいかな。そうだね、2位以内だね。レギュラーモデル狙い、狙いたいので決勝に行きたいから上位2位かな。
れだって2期に出ると3期と4期あー、2回これに出るとってこと、次残りの2回出れないかってこと。いや全部出れるよ、全部は出れる。だからもし今回入れなくても次3回4回目の予選に出ることはできる。仮に2位以内に入ったとしても出ることはできる。そう、出ることはできる。で、何位でも出ることはできる。1位で立ったとしても。化粧もショールームイベントだね。化粧もショールームイベントであってって感じで、そっから先はちょっと待ってね、決勝はまた別にショールームイベントとしてあって、ショールームでで決勝で3位以内だったら最終審査に進めるって感じ。最終的にはあのなんていうん、審査だけど、決勝はショールームである、配信のやつだね。だから2位以内だね、目指す、入りたいのは。ルールがいつもと一緒だもんね、3時間以内。また分かり次第スケジュール決めよう、配信スケジュール。初日3時間で今のところはできそう。でもレッスンとかによるなーって感じ。今のところできそうではある。3時間、最悪21時からできれば3時間できるんだもんね。できそうだけど、3時間は。できるとは思う、わかんないけど。できるだけしたいと思って。17時からなんだもんな。もうちょっと遅い、遅いじゃないわ早い時間からあればもっとできそうではあるけど、ちょうどねこの日のこの時間がダメなんだよな。けん玉配信、けん玉配信しないよ持ってないもん、けん玉しないです。PC もしない、開封配信もしないよ。イベント期間中に買わないもんだって。終わってから買うからPC をこう、開封配信はそのイベント期間終わってからもしない。ここに置くから邪魔だもん、携帯ここに置いてたらPC 設置するから邪魔だ。もうだからしない。うん、みたいにトラップにベシティとかやったから人いっぱい来てくれるかベシティ見ないのにやばすぎる嬉しいでしょ。ちょっとそこら辺まだわかんないな。買ってからだな、とりあえず考えるの。そもそも買ってないからまだ。
越しに見てみたい。何の話してたっけ、分かんないや。何をだ。からしてて厳しく、いやそういうわけじゃないよ、多分 HKT さんもいるよね、一人いたはず。そういうわけじゃないけど、多分たまたまそうなっただけじゃない、その2つのグループが多いだけだと思うよ。こことこことここしかダメみたいな感じではない、ないよ、うん、ない。絶対にしたい。メイク配信重要なくない、でもてか終わらないんだけど配信中に。メイク配信無理、集中できないから、終わらないから、ちょっといいかな、メイク配信は。出ませんかって、出ませんか、まあそんな感じだね、出る人は言ってくださいみたいな感じ、出たい方はみたいな、言ってくださいみたいな感じ。ただメイクしながら何かして、メイクしながら何か、メイクし、ん、何か見たりとかってこと。メイクしながらなんかアニメ見てる時はあるよ、それはある。でもほぼほぼメイクに集中してるから、なんか聞いて時々画面見てるぐらい。そうだよな、メイク配信は私しないな、ちょっと無理だ、集中してメイクしたい。集中できない、メイクに配信しながら、あと終わんないかな、多分30分とかな、30分45分とかの配信だと思うから、するの終わんないわ多分。終わんないと思う、だからちょっとしない。ドラマ視聴配信、それ多分イベント期間中やらない方がよくない？それは多分だけど、なんかその他の画面を使う系のやつは微妙な気がする、どうもだけど、そういうのはもう向いてなさそう、イベントには。普通にイベント期間中じゃないときはいいかもだけど、スタバの新作飲む予定、なんだっけ、栗のやつか、マロン、何カシス、マロンカシスフラペチーノみたいなやつ、え、気になってるんだけどさ、なんか20日までじゃん、でもなんか飲もうと思ってて、フラペチーノか、なんだっけ、マロンラテみたいなやつ。違ったっけ、そっちも気になるんだよね、そのラテの方。スタバの新作はね、なんか次出るのがめちゃくちゃ美味しそう、フラペチーノ、え、今出てるのも美味しそうなんだけど、次なんか芋だよね、そうそう、それ、そう、次のやつだからあれだけど、そうでは、なんかラテだっけな、なんか忘れた、なんかそっちの方のみたいなね、フラペチーノよりそっちのもっかなーって思ってる、
終わるまでに。20日で終わっちゃうから20日まで。早いよね今回の短い期間が。フラペチーノのシャリシャリ、フラペチーノのシャリシャリもなんだろう、最初の数口飲んでちょっと溶かして飲んでるそこまで好きではないそのシャリシャリでも。なんだろうな、フラペチーノはさシャリシャリ感あるけどさ、なんか普通のシャーベットに比べたらさ、いろんなソースとか入ってるからさ、味が濃いから。薄いじゃんシャーベットって基本、氷が強みじゃんフラペチーノはちょっと氷感があるぐらいだから大丈夫。昨日の写真はまた今度載せる。ちょっとまだ載せない、また今度、すぐは載せないかな全部。明日も朝、明日でもするんだったら何時ぐらいかな、お昼ぐらい、朝お昼ぐらいできるかも。うん、お昼ぐらい。そう、お昼ぐらいにできたらするかもしれない。なんか起きてちゃんと時間があればしてるかも。夜もすると思うけど、長いか見える。今日暑かった。今日普通に暑くなかった？でもそんなにずっと外に出てたわけではないんだけどさ、今日も暑かった気がするよ。わかんない、気温見てないからどんぐらいかわかんないけど。びっくりした。感覚が違ういや普通に起きる。何時ぐらいだろう、11時台か12時台ぐらいにしてると思う。そんぐらい普通に昼ぐらいにやってると思う多分。何時ぐらいにするか、するんだったらこのぐらいの時間って決めといたんだけどちょっと忘れちゃったからお昼ぐらいだったと思う。なんかお昼ぐらいだった気がするわ。ポテチは九州醤油味派九州醤油、九州醤油だな。ポテトチップスは九州醤油が一番おいしい、一番好き。普通のポテトチップスも好きだけど片揚げポテトが好きだ私片揚げポテトが好きなんだよね。片揚げポテトも九州醤油味好きだし、ね、片揚げポテトは九州醤油か塩だね、どっちか、塩味どっちかが好きだわ。でも普通のポテトチップスも美味しい。企画配信、イベント期間中企画なんかするかも、なんかするとは思うけど、なんか作ったりとか、なんだったっけな、この中に、ね、なんかアニメのやつ買ってきてとかするかも、わかんないな。めっちゃ買っちゃったから前回いろいろ買うかもしれないけど。
紙なら買おうか。エベのポストカードが出てきた。恥ずかしい、もうエベのポストカード全然使ってるけど、あ、マットマギーでも使ってた。これがさ、めっちゃサイズがちょうどいいんだよね。なんか前にさ、あのやったなんか ランダムのクリアファイルなんだけど、これめっちゃぴったりで、サイズが、あ、サイズがぴったりでこれに入れてるちょうど良すぎて。これはね、多分ね、すぐできるね。一瞬でできそう。ビーズより。ビーズは結構編むから時間かかるけど。なんかこういうやつ。なんかもう、作るやつなんだけど。これはすぐできそう。こうやって通して金具を丸めたりとかするだけでできちゃうから。これは結構すぐできそう。ビーズより絶対時間かかんない。ビーズあれは編むからめっちゃ時間かかるけど、これは編むがないから、こういうの作る系だったらあるけど、これはするかもしれない。こういうの、アッシュはね、出なかった。出たのは、バルキーと、マットマギーが2枚。と、ローバ。と、ヒュース。ヒュース。と、ニューキャッツ1、2、3、6枚4、6。マトマギーだけかぶっちゃったんだよね。アッシュ出なかった。ちょうどマトマギもなんか作れそうなのがあったら配信で。なんか電子レンジ使う系とかあるじゃん。なんか前買いに行った時はね、前回の時なかったんだよね、電子レンジ使う系しか。電子レンジ使う感じのやつはさ、出ないといけないからさ、この部屋を作れないんだよね。できない、水だけでできるやつじゃないと厳しい。ちょっと作れないから。今回のシーズンあと10、あ、いや、あと2週間で終わっちゃうの。意外と早、結構あると思ってた。もうちょい、なんかこの間あと二十何日くらいっていうのを見たけど、早いね。大人のねるねるねるねってのが発売された。え、知らないわ。どんなんなんだろうリベンジ浴衣配信、リベンジ、いや、もう浴衣は、え、どういうこと？リベンジ？だってもうあれないよ、抽選みたいなやつ。
暗いからただ浴衣着る、浴衣着るのめっちゃ時間かかるからちょっとなしでむずい浴衣は。普通の味じゃないってこと？ちょっと違うってこと？どんなの？寝る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 ね。これか。うん、赤白西の本格ぶどう味すごいプレミアムな味わいって、なんか普通に美味しそうだなワインのアロマ成分入りって大人だな楽しそう。あったら買ってこようかな。じゃああったらね。いろいろあるんだね。ねるねるねるね。デラックスねるねるねるね。なんだこれ。めっちゃでかいんだ。へえ。見たことないよ。見たことないのこれ。デラックスねるね。最近出たやつ？わかんないけど。なんかいろんなのあるよ。なんかチュッパチャップス、チュッパチャップスと、チュッパチャップスレモンコーラ味とコラボしてる。チュッパチャップスで作るね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 。いやこれも知らないわ。初めて見る。普通のやつしか知らないんだけど。普通のやつは私ぶどう味が好き。ソーダ味も美味しいけど、なんかさこのさこうキャンディーチップ入ってるじゃん、キラキラのやつ。ラムネよりもそっちの方が好きで、こう寝るこう寝る寝る寝るね自体の味はソーダ味の方が好きだけど、こう入ってるのがラムネよりこっちのかな、キャンディーチップってやつの方が好きでぶどう味の方が好きだ。沖縄パイン味とか、あ沖縄限定で売ってるんだ。しかもこれでかいやつだデラックスねるねるねるねの沖縄パイン味みたいなってこと。すごい美味しそう。普通にパイン味は絶対美味しい。なんかいろいろ書いてある。チーク菓子系書いてある。だけで作れる。あ楽しいお祭り屋さん。水だけで作れるんだ。あなんか売ってたら水だけでいけるやつだったら作れるんだけど、電子レンジいるやつはね作れないから。カラフルアイスショップってやつ、電子レンジ使う。あそれあれかな、このカップの部分電子に使うのか。かわいい。これなんかめっちゃ見た目がカラフルアイスショップっていうお菓子、チーク菓子。作ろうお弁当。あこのお弁当のチーク菓子作ったことある、なんかめっちゃ前に。これ結構前からある。あのなんかお祭りのやつもあるけど作った記憶あるわ、めっちゃ前に。ケーキ屋さん、これ作っ、この間作った、この間いつだっけ、前々回ぐらいの白身弁当で作った気がする、使った、やった気がする。
楽しいお寿司屋さん、これも作ったことあるな。でこれも水だけできるのか、意外とあるな。ハンバーグ、あこれはダメだ、電子レンジいるやつだ。たい焼き、あこれもいるね。ハンバーガーとたい焼きのやつとかちょっと高いさ、チーズ菓子の中でもちょっと高いやつなのね。でもねこうなんかチーズ菓子ってさ、こう見た目はそのやつだけど味は全然違ったりするなるじゃん。でもこのハンバーガーとかのやつなんかちゃんとハンバーガーの味とかした気がする。ハンバーガーじゃないか、私食べたことあるの、なんかピザのやつだな。ちゃんとその味がするやつ、ちょっと高いやつがあるんだけどさ、チーズ菓子でもちゃんとそれの味がするやつ、普通に美味しいんだよね。じゃなんかあったら買ってくるね今度。その水だけでできるやつだったりできるから、すごいな最近の、いろんなのあるわ。いやねるねるねるね、美味しそうだな。さっきのさ大人のねるねるねるね、普通に美味しそうだった。なるなるグミのみ、これなんか懐かしい、懐かしい、これなにこれ、ミルクラボ、へえすごい。牛乳分離、あ牛乳分離してクリームとソーダ、あでもこれ電子レンジいるわ、ダメだわ、できない、電子レンジいるやつはダメ。すごいね最近のチーク菓子は。なんかあーでもこれかわいいけどダメだわ、電子レンジしよう。モンスターデコケーキかわいい、電子レンジがいる。電子レンジないわけではないんだけど、あるけどここは出ないといけないからそれができないからできないんだよな。なんかあったら買ってくるよ。じゃあねるねるねるね、ねるねるねるねとチーク菓子ね、水だけでできるやつだったら。でもチョッパチャップスの知らなかったな、初めて見たわ。ヤンヤンつけ、ヤンヤンつけも全然できるけど、ただただ食べるだけになっちゃう。キャラパキは綺麗に折れるかな、配信絶対無理だよあれは、溶けるからキャラパキ。なんかねチュッパーチャップス、チュッパーチャップスで作る、チュッパーチャップスで混ぜてってこと、ちょっと分かんないけど、でもチュッパーチャップスで作るって書いてあるんだよね。分かんない、私も初めて見た、これ見たことないままで。いやチッパチャップスでは作れない、チッパチャップスは多分普通に入ってる、普通に入ってて作るのはねるねるねるねなんだけど、チッパチャップスにねるねるねるねつけて食べるみたいな、多分そんな感じ多分。いや見たことないこれ売ってるの、最近出たやつ、あでもニューって書いてるわ、最近出たやつ、最近ねるねるねるね買わないからな、美味しいけどそんな買わない。え、チーク菓子って意外と美味しくない、なんか時々食べると美味しい。
電子レンジ持ってくる？そんな簡単に持ってこれるものじゃなくない？電子レンジって。持ってこれなくない？簡単に。寝る寝る寝るか寝る寝る寝る、あ確かに寝る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 ぐらいだったらさ、なんか他のチーク菓子意外と時間かかるからさ、30分とかでこの初めてさこう作ろうとしたら寝る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 一回の配信でできそう。全部作るケース、あれは簡単だから。探してみよう。いつ行こう。でももう始まるけど、でも明日公園だからな、公園に行く日もなさそうだし、いつ行こうかな。いつ行こう、これイベント、イベント始まんないと無理だな、買いに行く時間なさそうだわ。そうじゃないとイベント始まって時間ある時に行くね。でも今回1週間だから早く買いに行かないと、そんな終わっちゃう。飛行機の手伝いしないことは考えたり、え、ないね、したことない、考えたことないよ。飛行機って事故が一番少ない乗り物らしいよ。知らないけど知らないけどさ、15からそう15日から始まるね、ビズのイベントが、予選か。怖い怖い、なんか思わないな。でも最初乗った時怖かったかな。うーん、で最初乗った時なんかね、なんか時々めっちゃ揺れるんだよね、そのさ通るルートとかによるんだけどさ、この気流の関係でめっちゃ揺れたりするんだよね。なんか大丈夫って思うぐらい揺れる時もある。すっごい揺れてる時もあるんだけど、なんかさ、最初の一番最初乗った時、初めて飛行機乗ったんだけど、やっと入ってその時が揺れたような気がするな。結構あんま覚えてないんだけどさ、結構前だから揺れたような気もする。でもそんな怖くなかった。飛行機は乗り遅れるな、確かに。それは怖い、乗り遅れるの怖い。確かにね、結構早めに行くもん、空港余裕を持ってギリギリに着くようには行かない、怖いから乗り遅れるの。飛行機引き返すの困る、確かに。私飛行機乗る時大体いつも寝てるんだけど、寝てることが多いんだけど、台風の時だったかな、一回その大分に帰る時に仕事あって、飛行機乗ってて寝てたの、その時も。でなんか飛行機寝ててパッて目が覚めたら、なんか着陸する時だったのかな確か。でもう着いたのかなと思って、外こう窓からさ、飛行機窓あるじゃん、から外見てみたら、なんかどう見ても大分空港じゃない、え、ここどこみたいな場所で、
えって思ってたら戻ってきてた東京にしかも最終便でもう一泊追加だからびっくりした戻ってきてたのそうお母さんに電話したらさなんかその大分空港の上で結構こう着陸できないかでこう飛んでたらしいんだけど結局引き返したってびっくりした。大分空港かと思ったら戻ってきてた。やってる時気づかなかったの。ずっと寝てて次の日には帰れたけどねびっくりした。ほんとマネージャーさんにそれ言ってなんか引き返してきちゃっててつってびっくりしてたな多分台風だったと思う。なんか大分空港に着陸できなかった2回ぐらいあるかな今まで台風とかで。でもそもそも飛ばなかったはないかも意外と。なんか飛行機飛んでそれ大分空港着陸しなかったのはさ、その引き返してたのと福岡空港に行ったのかな。なんかあそれあれだって、霧とかが出ててその時は福岡空港に行ったのは霧が出てて着陸できなくって福岡空港に着陸したそっかな。隣にそうそう東京に引き返した時は多分台風そう2回ある今まで。でもそれだけだね意外と。台風の時に乗ったりとかもするけど近い時とかにそんぐらいしかないわ。福岡から電車降りくなんかね福岡に着いた時はそこのさ空港のなんていうの職員さんがそうなんかいろいろやってくれてお金とかくれてさその電車代とかねそれで帰る感じかな。えびっくりしたけどねラーメンおごってくれ…あ、福岡だからラーメンちょっとおごってくれなかった。その時ラーメン食べてない気がする。どうして、なんか食べたっけな、その時。え、何も食べてない気がする、空港とか。で、福岡空港めっちゃあるよね、いろんなご飯屋さん。大きい、福岡空港めっちゃ。それそうか。都会だからな、福岡。いろんなご飯屋さんがめちゃくちゃある。また行きたいな福岡。でもさ福岡空港うん時々しか行かないな。そうなんか大分から直接行けない時一本で飛行機。沖縄とか沖縄行った時もそうだ選挙で沖縄行った時も一回福岡に行って福岡から飛行機で沖縄行ったのね。そう多分そんな感じじゃないといかないんだよね。ここここ、でこの間去年の福岡のイベントの時は福岡空港行ったけどリハしてとかがあったから福岡空港行った。えその時にねいろいろ買ったよあんま行かないからさ福岡空港で飯食べたりさ
三日月、あのクロワッサン美味しいところ、あそこも行った。そこのクロワッサンめちゃくちゃ美味しい。本当行きたいけど福岡あんま行かないんだよな。でもね、その時にね、福岡イベント行った時にもつ鍋、ラーメンは食べたけどもつ鍋は食べてなくって、もつ鍋食べたい。次福岡行った時があったらもつ鍋だね、次はもつ鍋食べたい。博多駅、博多駅に売ってんのかな、ちょっとわかんないや。どこにあるのか、三日月でもありそう、わかんないけど。電車で寝過ごした、普通にあるよ。今日寝過ごしたわけじゃないんだけど、起きてたんだけど、なんか携帯触ったりとかぼーっとしてたらさ、普通に2駅ぐらい過ぎてて、そう、もう一回乗りました。気づいたら2駅過ぎてた。マイタどこ行くって違う、多分私がそんなにさ、あのアウトドアじゃないからあんま県外出ないんだよね。出ることが少なくって、お出かけとかで。そうだからかな、あんま行かないね。福岡とかに親戚、福岡にいるのはいるんだけど、お父さんの妹福岡住んでて、でも行かないからな、あそこのうち。その集まる時は親戚、そのお父さんの妹とかがさ一緒に会ったりとかする時、大体さ佐賀のおじいちゃんおばあちゃん家に行って会うから、そう親戚に会いにとかで福岡行かないからさ、あんま行かない。行きたいところは県外で、でも北海道行きたいけど、北海道そうお出かけくらいの感覚で行ける場所じゃないからさ福岡確かにあんま行かないわ、行かない。お出かけ県外行かないんだよな。ちょっと買い物行ってくるって県外行かないもう本当に近くとかしか行かない。佐賀には佐賀にもそんなに行かない。そのだから年に数回、数回も行くかってぐらい、年に何回かぐらい、そんぐらいかな。免許だ、確かにね。でもあれなんだよな、車、まあ、欲しくもそんな欲しいと思ってないけど、お父さんとお母さんのが、あのなんかそのお父さんとお母さんがどっちも休みの時に、え違うな、どっちかが休みの時に使えるぐらいだから車が。あ55分ありがとう。そうなんだよな、だから、まあ、レンタカー借りればいいのか13位からランキングです。13位、ケネスさんありがとうございます。12位、香港の春もアットマーク、京川おいさんありがとうございます。11位、としのりさんありがとうございます。10位、カズさんありがとうございます。9位、ゆうまかこくももとさんありがとうございます。8位、あきひこさんありがとうございます。7位、バトニーさんありがとうございます。6位、プッチーニさんありがとうございます。5位、ラボーナさんありがとうございます。4位、ラスカールさんありがとうございます。3位、トアさんありがとうございます。次、2位、ジョークスノーさんありがとうございます。そして1位がニャーコさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。
明日の配信は、明日は公演前お昼ぐらいに多分一回やって、お昼は起きてる、起きてるのは起きてるから、準備が終わってるか終わってないかによるね。うん、できるとは思うけどな。で夜は公演終わった後にまたやってると思います。公演が終わって適次第だから23時ちょい前ぐらいからできるかな、ちょっと前ぐらいからできるかもしれない、その時間に。まあでもあんまいつもと一緒ぐらいかも、その公演後の一緒ぐらいだと。そう、明日は B 公演、この間持って帰れなかったプレゼントも明日持って帰りますね。明日この間10日の時、10日の雫で全部持って帰れなかった、それちゃんと持って帰ります。明日、あ、そう、ドーナツまだある。ドーナツは明日の朝ごはんだね朝かお昼、今からは声の練習ちょっとして、ちょっと声の練習をして終わらせて、全部一通りやってお風呂入って寝る。よいしょ、よし、スプラトゥーン、スプラトゥーンはもう今日はしなさそう、もう遅くなりそうだもんだって、練習して寝るってしてたら。10秒くらいチンするといいの？分かった何かさ、なんだっけ、なんかミスドのドーナツさ、凍らせたら美味しいみたいなやつ、なんか聞いたことある。なんだっけ、フレンチクルーラーかな、分かんない、そんな感じのやつ気になるんだけどさ、ペットボトルね、フレンチクルーラーあんま食べたことすらない。前髪切る、確かに前髪切る時間なさそう切りたいけどちょっとだけでも、どうしよう、終わってからかな、公演が、公演終わって明日の夜とか、いや時間あるかな、結局もう眠いって寝そうな気もする確かに時間ないわ言うほど。ああとちょっとで、あとじゃあ明日は、多分お昼ぐらいに一回 して夜にもまたやる感じだと思います。夜は多分23時台にはやってるかな、いつもぐらいの時間で。じゃあもうちょっとできれるので、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、ありがとうございました、おやすみなさい、バイバイ。